古ジョージア語は5世紀頃に確立された中世前期のジョージアにおける初期言語。現代においてもジョージア正教会における天礼言語として継承されており、ほぼ大部分は理解可能である。項語としての古ジョージア語は11世紀頃に中ジョージア語へと変化し、18世紀頃には現代のジョージア語に発展した。古ジョージア語は大きく初期古ジョージア語と、 古典古城寺ア語の二つに区分される。初期古城寺ア語には二種類の方言があり、それぞれ半滅地と早滅地として知られている。動詞形態に見られる二認証説当時と三認証説当時 KH-H- の存在が特徴であり、古典古城寺ア語では説当時 H-S- が見られる。 初期古ジョージア語に関するコーパスはわずかであり、非文12件と宗教文書8件のみである。古典古ジョージア語の文献は幅広く残っており、哲学や歴史学などの資料がある。古ジョージア語には29種類の死音と五種類の母音があった。哲字では母音愛の後に続く異音として、半母音 Y も区別される。古ジョージア語は、遊ムタブルリ、または、 ムルグロバニと呼ばれる独自のアルファベットで書き表されていた。アルファベットは音素に極めて近く、音素と初期素の間の優れた一致が示されている。古城ジ,ジア語のアルファベットはギリシア文字によって明確に体系化されており、基本的には対応するギリシア文字のアルファベット順に並べられる。ギリシア語にない音素を表すアルファベットは末尾に置かれている。 ほぼすべてのジョージア語の音素を表すアルファベットのほか、ジョージア語にはないギリシア語の音素を表す3文字も含まれている。ほぼすべてのアルファベットが独立して成立したものであり、ギリシア語に由来するものは極わずかである。コジョージア語の聖書法は、すべての場合において同じ単語が同じ方法で書き表されるという意味で非常に一貫している。鉄字はほぼ音素であり。 ほぼすべての音素が単一の文字だけで表される。例外は以下の通り。各音素がそれぞれ1文字で表記されるというルールの最も顕著な例外がボイン・ユ U である。母音 U は一貫して二重音字、O で表記され、パンを意味する P、オリ、P、ウリなどが代表例として挙げられる。これは U をウプシロンと表記するギリシア語のスペリングに由来している。 中ジョージア語のぬすふり文字になると、もともとの二重音字、O は単一の文字、U へと統合された。対応する遊ムタブレリの単一文字としてが、考案されたが、もともとのアルファベットには含まれておらず、古ジョージア語の時代には使用されていない。半母ン,ン W は単語内の位置に応じて、表記方法が2種類ある。死因の直後に発生する場合は二重音字、O が用いられる。 例としては、我々を意味する、チャンシュエン、コキチバトを意味する、グリッドアイグリッドアイがある。二重音字、O は、W というの両方を表すことから、例えば、5を意味する、クティクティと、6を意味する、イークシーコーシーは、鉄字上は区別されない。死因の直後以外の場合、半母イン W は、文字、V で表される。例えば、雪を意味する、トーブディートーリー、 場所を意味するベリーウェリー、テントを意味する K ラビ K ラビーが挙げられる。半母音 W に関する2種類の鉄字は4のバリエーションを明確に示しており、現代のジョージア語にも現れている。すなわち、死因の直後に続く場合は W の発音となり、それ以外の場合はないし、ベータの発音となっている。1879年に標準化された現在、 ジョージア語の鉄字では、W と β が共に一貫して、V で表記されるが、期待される、O ではなく、V で綴る事例はコジョージア語にも見られる。設備時に登場する最初の母音 Y マイナスは、母音に続く y、Y マイナスとして表される。このイオン Y には独自のアルファベットが割り当てられている。イエスの母を意味する、デで急イで出だ YS イサが代表的な例であり、出だ IS イサ。 という発音になる。アソムタブルリのアルファベットには、元来の古ジョージア語の表記には不要な3つの文字、A、O が含まれている。これらは、ギリシア語の名前や外来語の音訳を可能とするために、追加された文字であり、実際にギリシア語の母音 A、O を書き表すために、しばしば使用された。これらの母音は、ジョージア語にとっては、異質なものであるため、実際の発音ではそれぞれ、 y, 青と置き換えられた。このことは古い表記や対応する現代の形式から推定できる。例えば、ギリシア語でエジプトを表すガンマウプシロンパイタウはイゴープティ、イエクイプティを表記される。また文字、王はジョージア語において個格を表すためにも使用された。例えば、王女性用の意味で王でディッヒアゾ王デディッヒアゾとなる。文字 A および、については、エやワイを表す勘弁な用法として、通常のジョージア語の文例でも、頻繁に登場した。例えば、O を意味する、メペイメイピぺーや、わを意味する、グーのいびのイが挙げられる。鉄字は、語形変化によって変わることがある。例えば、言葉を表す主格、シットキュウアウトっときゅうは Y は、続格で、しっときゅうさしっときゅうわイさとなる。 later turned into after a sum tabulary was devised and entered the alphabet. ありがとうございます。